いい感じ。すいませんそういう意味で言ったんじゃないのはわかるでしょ、みんな。皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。まず最初にこちら、リスナーさんに紹介していただきました野獣艇を駆け抜けろ810秒スピードランかっこ大嘘ということで、810秒の大嘘って待って、ベストタイム18秒、クリア率が 0.33%。 オーマイガー、なぜ810秒なのかちょっと解きたいね、謎をね。やっていきましょう。なんか普通だね。怖いぞ。あ、なんかピードあった。ウィース、え、戻ってくるんだ。18秒はちょっと無理じゃない？はいはいはい、下行きます。多分上なんだろうけどね。はい、まあ行ってみましょう。はい、あ、やべ、やっちまった。で、戻んのかな、そこに。フィードはあったもんね。はい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 。違うー。下？わけわからない。こっちか。はいー。で、こっちか。なんか。はいはいはい、こっち。あー。ネットは絶対に被ってないといけません。あ、待って。200秒だ、しかも。どういうこと？もう一回まっすぐ行ってみましょう。適当につけたのかな、810秒って。もう何でもありだね、コース名。でも面白いね、行ったり来たりして。オッケー。でもなんかちゃんとさ、作り込まれてない？結構。はいはいはい、面白い面白い。あ、でピンポインあったね、左側にね。オッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。これタイムアウトだけは絶対に嫌だよ。はいはい、戻る。はいはい、戻る。オッケーオッケー。あ、こっち。あ、ジャンプー。あ、あった。ええやないかい。はい。はい。いや。いや。これいけないね。まっすぐだね。はい。オッケーオッケーオッケー。いけいけ。いけいけいけ。ん？こっちだね。はい、面白いじゃん、なかなか。810秒の意味がわっ、あー、ちょっと、はい、行くぜー。おりゃー。おー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 。はい、普通に楽しんでおります。残り88秒。思いっきり時間、私は200秒使いそうです。あ、これだ、面白いこれ。戻らせやがって、いくぞ、ジャンプー。何今の。めちゃめちゃ鬼畜ギミックやん。はい、よっしゃー、フラワーゲッツ。おらら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 、おらら。もうフラワーだとなんか安心する。にょんと、よし、フィナーレかな。スピン。おー、ナイスハンド。ごめんね、騒いで。おもろいよこれ。ちょっと待って待って待って、普通にちょっと真剣になってきちゃった、私。ちょっと舐めてた。おっと、私の大好きなタケコプター。終わりな感じのベルで、左ね。オッケーで、飛びます。あー、大丈夫かな、見えない。よし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 。オッケー。あと23秒。普通にさ、あ、間違えた。この200秒という長さに精神がちょっとやられております。ほい、おら、オッケー。12秒。おら、なになになに。ちょっっと待って、落ち着いて。もうゴールでしょ。おい、何、ジャンプー。おっ、あ、上や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 。おー、びっくりした。何ここいやー、謎は解けないままクリア。私より3分も早くクリアしてる人がおりますが、まあ、とりあえずは、いいね。ちょっと見えた P ドアのところやってみましょう。右上に見えた P ドア。こう言って P を押してから戻るんだよね。あそこね、右上。それにしても810秒の謎、820秒か。の謎が、あ、やべえ、上だ。あれ？いけない。そうめんだったら難しいな、逆に。ほら。こっち行くのも結構一苦労だよ。おいったーい。どこ出る？え、ワンフレだそうだそうだ。オッケー。よっしゃー、決まりました。集中しすぎて無言になってしまいました。なんだろうね、この810秒の謎、わかる方、ぜひ教えてください。はい、続いては、バネーンやっていきましょう。助走なしバネジャンプだね、この中で。なあ、キリキリ届かない。ちっちゃく助走。惜しい、惜しい。雲の口まで行ったね。高さにすると、ああ、目まで行った。よし、次はおでこまで行こう。ほら！あ、行ったよ、おでこまで。頭まで行こう。頭まで。それ！あバネをさ、投げるとちょっと高くいけるんだよね。それだな、きっと。オッケー！かなり余裕ありました。投げつけバネじゃんですね。コンコンと聞こえてくる方が正解。ステレオクイズ。ちょっとボリュームアップしよう。よし、聞こえてくる方だね。いきます。耳を澄まして。えなんかこっち小さくない？で、こっち行くと。おっきい！絶対こっちだ。おお！やっぱ当たってる。こっち小さくなったよ。こっち大きいね。すっげえ。当たりだ、やっぱ。そうだね。大きさだ。うん。こっち小さくなった。大きくなった。ひー。耳を澄ませば正解が聞こえる。3つか。これが小さい。でも、真ん中とこっちがよくわかんない。真ん中かな？なんかここが一番奥聞こえる。大きくね。いけ！やったー！他は P スイッチ押されちゃう。そして落ちちゃうんだろうね。オッケー。やった！ちょっと幅が狭いからわかりづらいかも。小さい。これだ！オッケー。まだまだ、若さがみなぎる女、アスカ。え、ちょっと待って。大きい。え？あ。これだ！うん、ここが大きく聞こえる。やった！うぅ！これでできますよ、皆さん。視聴力検査。はい。それでは、今日は終わりにしたいと思います。今月の、雑談生放送は4月の30日の日曜日を予定しておりますので、皆さん、ぜひ、お時間ある方は遊びに来てください。時間はだいたい夜8時から9時ぐらいの間にスタートできたらいいなと思っております。それでは、また明日お会いしましょう。あすかでした。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画楽しんでいただけましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。おすすめ動画はこちら。